はい、じゃあ、深層学習を用いた自然言語処理2回目ってことで、鈴木が発表いたします。まあ、今回は、ワードツーベックをメインに扱います。で、まあ、前回もお話したんですが、分散表現を得る手法としてカウントベースと推論ベースという2つの手法があることをお話ししました。で、今回のそのワードツーベックはそのうちの推論ベース、推測することを目標として副産物として分散表現を得る手法をの元に成り立っています。はい、ワードツーベックざっくりまとめますと、まず教師なし学習で2層のニューラルネットワークで構成されています。まあ、その教師なしっていうのはと、まあ、教師データを必要としないっていうだけコーパスで学習はしてたり、まあ目的関数をそので学習データから設定したりはしてますが、教師データを必要としないということで教師なし学習です。その実際にその推論の方手法としては、ある単語、これをターゲットと呼びますと、その周囲の単語コンテキストと呼びます。これで推論を行っていきます。まあ、例えばこの我が輩はホニャララであるって、この、まあ、猫であるですけど、このハテナに入る単語を推論するっていうこと形で、分散表現を得ます。で、その分散表現を得るときにこの文章を、ニューラルネットワークに入力するんですが、その表現手法は、ワンホット表現、ターゲットが1でコンテキスト、他のコンテキストが0のベクトルで扱って、これを入力、さらに出力にする。なので、まあ、その入力をして、そこに、猫が、1のワンホット表現を出力させる。で、この時にその1を出力させるための重み、中間層への重みを調整していって、その重みが分散表現というふうに扱います。はい、で、ワードツーベックのモデルなんですけども、シーボーモデルとスキップグラムモデルの2つがあります。まず、じゃあシーボーモデルについて説明します。シーボーモデルは、コンテキストからターゲットを予測する方法です。なので、この我が輩はホニャララであるの、その、周りの我が輩はとであるから、このハテナの猫を推測するということですね。なので、入力は、厳密にこれ本当は4つ必要、入力数4つあるんですけど、まあ、ちょっと簡略して2層にしてますが、そのコンテキストの数だけこの入力層があって、それを中間層に集めます。で、出力層は、このターゲットなんで1つしかないので、1つに出力する。これで、ここの分散表現を得るという手法です。で、次にスキップグラムモデルです。スキップグラムモデルは本当にもうシーボーモデルの逆で、ターゲットから周りのコンテキストを予測する手法です。なので、まあ、入力層はターゲットのみなんで1つで、それを中間層に持っていって、出力層で周りのコンテキストの数だけ出力層が用意されるという形になります。これで分散表現を得ます。基本的にはスキップグラムモデルの方が、精度が良かったりとか、少ない文脈でも高い精度が取れるということで、スキップグラムモデルを採用することが多いです。はい、で、次にネガティブサンプリングというものについて説明します。まあ、ワードツーベックの学習において、語彙数が多くなると、それに対しても学習時間もとても長くなってしまう、膨大な学習時間を必要とします。そのために、なるべく学習時間を短くしようということで、さっきの推測するときにもう答えを教えちゃっておけば、それに対して、パラメータを調整するだけなので、余計な推測をする必要がなくなるんですね。それによって学習の時間を短くしよう。ただ、その正解だけ与えてしまうと、間違った例が、それが本当に間違いかっていうのが学習できない。ニューラルネットだと学習できないので、あえてその間違った例をいくつかサンプリングして与えて、それも学習させてあげようという手法です。で、この時に、ネガティブサンプリングのサンプリングには、まあ、本当に完全にランダムの手法もあるんですが、主に確率分布を用いられることが多いです。まあ、つまり、文章中に、高頻度で出てくる単語をフレーとして扱ってあげることで、まあ、その高頻度で出てくるものなので、もうそれがちゃんと間違いだっていう判断した方が精度が高くなるだろうということで、この確率分布を用いることが多いです。はい、ワードツーベックで、主にできることとして、まず、コサイン類似度から、類似単語を見つけることができます。まあ、式がこんな感じでざっとあります。で、もう一つが、まあ、そのコサイン類似度
を使うっちゃ使うんですが、その類推問題をベクトルの加減算で行うことが可能です。まあ、有名なのが、王様から、男性を引いてあげる、で女性を足してあげると女王様が出てくるみたいな、こういう類推問題をベクトルの加減算で可能としています。まあ、もう一番、バードズベックで使われるのが多いのが、まあ、転移学習としてもに用いることですね。もうワードツーベックで学習したことを他のタスクに対する機械学習に使ってあげるっていうのが一番多い使われ方です。まあ、主に文章分類だったり感情分析の問題とかに使われることが多いです。はい、今回、ワードツーベックを試しに使ってみました。まあ、主に大きな流れとして学習データを作成して、それを実際にワードツーベックで学習させる、でそれを学習した結果をちょっと試しにコサインの類似度出してみたり、類推問題やってみたりしてみました。でまず学習データの作成なんですけども、我が輩は猫であるのテキストデータから1文ずつ抽出したものを、メカブプラス、辞書でネオログドを使って、携帯素解析を行って単語に分割します。でこの分割したものを、各ケースに分けて学習データを作成、3ケースに分けて、学習データを作りました。ケース1がデフォルト、まあ、全くもう携帯素解析したのをそのまま学習データとして用いる方法で、ケース2がストップワードといって、まあ、ここで助詞などって書いてあるんですけど、まあ、厳密に言うと、本当にもう意味を持たないけどすごい禁止する単語、まあ、英語だったらザとか、で日本語だとまあ助詞とかが多いので、今回助詞という、あと助詞助動詞記号をストップワードとして、これらを削除したものでケース3が、助詞助動詞を削除した上で、まあ、動詞とか形容詞活用されてますよね。でそれが、別単語として扱われるので、これを基本形原形にしてあげて、同じ単語に、活用されたものも同じものの単語と扱えばより密なベクトルが得られるんじゃないかということで、ケース3をでは動詞と形容詞を原形にしてあげました。注意なんですけども、まあ、本当はこれ形容動詞も原形にしなきゃいけないじゃないかっていうのがあるんですが、メカブでは、形容動詞名詞プラス助動詞で扱われてます。なので今回その形容動詞を原形に直すとかそういう、処理は行ってません。はい、で学習モデルの作成です。まあ、今回は、ワードツーベックを使うのにあたって、ジェンシムのライブラリをそのまま使いました。でただ、パラメータなんですけども、デフォルトではジェンシムのワードツーベックは CBOE モデルになってるんですが、やっぱり、精度が高いということでスキップグラムモデルに変更しました。でこれでケースごとにモデルを作成します。他のパラメータなんですけども、基本的にはデフォルトのパラメータをそのまま使用してます。まあ、次元、ニューラルネットワーク上だと中間層のニューロンの数の次元が100で、サンプリング数、これがネガティブサンプリングで抽出する単語の数、これが5個、でコンテキスト幅、まあ、周りのテキストの幅が 5個で、学習回数が、今回、デフォルトではこれ本当は3回になってるんですが、これでやったら、まあ、全然ちゃんと学習できて、明らかにもう類似度が全部9で出てきたりしてて、明らかに学習できてなかったので、まあ、学習回数増やして20回にして学習を行いました。でこの学習したモデルにの実際に実行させるということで、まず、まあ、猫と類似度が高い10単語を算出させてみました。でもう一個が類推問題で、まあ、猫の主人って、我が輩は猫であるの主人は教師、職業教師なんですね。なんで、まあ、主人から教師を引いて猫を足してあげたら、なんか主人公の我が輩に関する何か出てくるんじゃないかなってことで、この類推問題を行ってみました。でこの試行結果1、まず、コサイン類似度の結果ですね。まあ、ケース1、ケース2、ケース3あるんですが、まあ、基本的にはだいたいそんなに今回は変わらあまり変わりがなかったなという印象を受けます。ただ、まあ、ケース2ですね、こういうトリ、トラ、トルとやっぱ動詞でなんか原型になってないので、こう同じような単語が何個も類似の中に入ってきてるなっていうのがちょっと特徴として分かるかなと思います。ちょっと個人的に残念だったのは、ちょっとケース1とケース3
についてはなんか特別どっちがどうっていうのがあまりちょっと分かりにくい結果だったのがちょっといまいちだったかなというところですね。で次に類推問題ですね。こちらですと、まあ、ケース1だと、まあ、横って出てきました。ちょっと何を言ってるのか分からない、まあ、もしかしたら主人の横に猫がいるみたいなそういう感じで文章があったのかもしれないんですが、ちょっといまいちピンとこない結果でした。ただケース2、ケース3ですと、まあ、我が輩って出てくる、まあまあ、我が輩は猫であるなんで、まあ、結構ちゃんと類推できてそうだなというのが分かるかと思います。ただ今回の、まあ、試行の結果の評価としては、まあ、別に定量的には行ってないので、まあ、あくまでも僕の感覚では、まあ、こういうちょっとケースさんがやっぱ良さそうには見えるなっていうざっくりとした結果になりました。で今回のまとめです。まあ、ワード2デックはターゲットやコンテキストで推論を行ってその重みを分析表現としてやっています。でそのうちの一つのモデル C ボモデルはコンテキストからターゲットを予測するもの、スキップグラムモデルはターゲットからコンテキストを予測するものでした。そんで学習の高速化にはネガティブサンプリングという手法があります。また今回のデータ3種類のデータクレンジング方法で試行した実験結果ですが、まあ、大きな違いはあんまり得ることはできませんでした。まあ、今後できればもっとちゃんとウィキペディアとか大規模なコーパスを使って学習したものでもっとちゃんと、JWSD とかでの定量的な評価での行う実験とかを行えればいいなと思ってます。はい、で今回の参考文献です。まあ、まず、前回と同じくゼロから作るディープラーニングにをメインに使ってます。あとこの、日本語単語ベクトル製造向上のための、前処理手法の検討という論文が、まあ、僕は今回試行する上でのデータクレンジングの、まあ、指標の一つ参考の一つとしてこれを使いました。ただ、まあ、この論文だと形容詞は、特に原型に直したりとかしてなかったんですが僕はこれも必要だろうと思ってやったりとかはしてます。はい、一応まあ今回発表内容はこれで終わりなんですが、まあ、ちょっとおまけとして、まあ、本当にもうワード2ベックを最初に動かしてみたときに、東北大学の乾鈴木研究室が配布してたモデルで一回試しに動かしてみた時の、猫に近い言葉ですとやっぱ犬とか、まあ、カタカナの猫とか、まあ、ちゃんとウィキペディアで学習されたものなんでなんかこう本当にそれっぽいものが出てるなっていうのと、まあ、これはもう僕が個人的にすごい好きな式なんですけど、すき焼きから日本を引いてアメリカを足してあげるとホットドッグが出てくるっていうね、なんかすごいそれっぽい類推ができてるなっていうおまけの、計算結果です。以上で発表を終わりにします。